川崎もこの連続のドローというのを先制しながら喫していますので、ここをどう勝ち点3に変えていくかでしょうね。そうですね、本当に川崎といえば圧倒的なパスサッカーと攻撃力なのでね。前回ホームを沸かせた古川は2試合連続のベンチスタートです。まあ、そういったところが融合できると、まあ、すごくチャンス勝利に近づくんじゃないかなと思いますね。はい、今前半の45分が始まりました。 J1 第22節岩田対川崎です。ロングボールは狙いペイショット、早めにクロス、間に入れてきた、小林抜けて遠野、ボックス内1人、小林前に出てきました。リカルド・グラッサ落とす、脇坂のミドルシュート、キャッチしました。フルス対戦の川島です。かなり徹底してますね。こぼれ球大島、ダイレクトで送った、脇坂折り返し、小林ポストです。バイタルエリア連続ワンタッチ。このセカンドボールの反応からこの前向きなシュートでもいけるぞの体勢のボールの持ち方ですね、脇坂選手の、まあ、それに対して小林選手がしっかりと反応するっていう、まあ、ここもストライカーらしいシュートでしたね。はい、まあ、惜しいシーンです。この今の縦パスの受け口、ジャーミンだけでなく金子も作れま す, かなります、ね、ミドル、こぼれ球、ジャーミン、ゴール前、左足、復活の12点目、前半20分エースの左足のシュート突き刺さりました。遅れてますね、前線の動き出しに対して合わせてますし、落ち着いて冷静に回ってますね。はい、あ、いいですね。内側ポケット取った金子、クロス、合わない、こぼれ球、ジャミン、その後ろからレオゴベス、止める、ちょっとシュートでしたね。ボックス内5人です。上原のクロス、ニア、ジャミン、後ろベイショット、止める、大南かき出して小林優、これ前半終了です。岩田が先制しました。太田さん、どんな45分でした？はい、ボールを持つ展開としてはフロンターレはいつも通りうまくボールは回せてるかなと思うんですが、それに対して岩田は今日引いてましたよね。はい、フットボールタイムぜひご覧ください。さあ、岩田対川崎、1点ビハインドの川崎は選手交代です。前週が触って後半の45分がスタートです。左サイドバック佐々木から縦マルシーニョ、まあ、岩田守る岩田、そして攻めていく川崎、ともにやっぱこの暑さで集中力だったり体力は蝕まれますね。かなりそのシーンが増えてくると思いますね。小林から通った、通る1対1、左足、いや後半6分、ね、同点に追いつきました川崎フロンターレ、自らの J2 在150試合に花を添えました。地元で取った2列目のスナイパー、今シーズン初ゴールです。トーロダイヤ、いや、今の攻撃がすごく速いんですよ。これなんですよね、川崎の良さ、ゆっくりボールを回した後のこの縦パスの速さとか、ボールスピードの、まもなく後半の35分、ショートコーナーで始めています。家永、横パス、山内、ボックスの外、1人剥がして、ミドルはこぼれ球、後ろから立花だ、いやー、それは素晴らしいゴールですね。立花ひっくり返しました、2対1、今シーズン2点目、見事な地を這うミドルショット。今形を変えてきたんですよね、ショートコーナーへの反応があるので、チーム全体としてもやはり中にいる選手がね、どれだけしっかりと声を出せてチーム全体として押し上げるか、もちろんシュートまでいって同点ゴール逆転。パーク蹴り出していきます。岩田は今シーズン先制したゲームでは負けがありませんでした。さあ、ジャーミンが自分で運んでいく、シュートまで行かせてもらえない、そしてこぼれ球詰めた、窮地を救うキャプテンの一撃、後半アディショナルタイム、岩田同点2対2。いや、前向きな姿勢がゴールに結びつきましたね。中央はがっちり固めている岩田のディフェンス、右家永ポンと浮かせてボックス内、立花が落としてシュート、ここで試合終了の笛です。膝を作り、両チームのライン